第9話脱獄。牢屋番の足音だ。ダンテスは脱出用の穴の中で耳を澄ました。ああ大変だ、誰か来てくれ、医者を連れて。牢屋番の声にドカドカといくつもの足音が近づいてくる。お医者様、確かに死んでいますか。はい所長さん、少し気がおかしかったが、いい老人でしたな。せめて新しい袋に入れてやってくださいよ。承知しました。万平、今すぐ新しい死体袋を。所長が命じる声、万平たちが走り出す音。で所長さん、運ぶのは何時にいたしましょう。今夜10時に。足音が一斉に遠のいていく。ダンテスは万平たちが戻ってきて、亡くなった神父を袋に詰め立ち去るのを待った。穴から這い出すと神父の牢に忍び込み、その袋を自分の牢へ運び込んだ。ベッドに袋を乗せ、神父が作ったナイフで袋を切り裂く。神父の冷たい額に口づけすると、そっと毛布をかぶせ、自分が寝ているように見せかけた。それからすぐナイフと袋を手に神父の牢に戻り、袋に潜り込み、針と糸で内側から袋を閉じた。いいな、死体のふりをすればいいんだ、しっかりやれよ。ダンテスは自分を励ました。もし牢屋番が自分の牢に入ってきて神父の死体に話しかけたら、いや、そんなことは考えないようにしようと決めた。万一墓場へ運ばれる途中でバレたら、ナイフで袋を切り裂いて飛び出す。もし墓に埋められたら、なんとか土を払いのけて逃げるんだ。ダンテスはドキドキしながら夜10時を待った。やがて2人分の足跡が袋に近づいてきた。よーし、担架に乗せるぞ。ああ、じいさん重いな。担架は廊下に出て階段を上がっていく。激しい風が感じられる。外に出たらしい。やがて担架が下ろされ、ダンテスの足に何かどっしり重いものが縄でくくりつけられた。そして頭と足をつかまれ、ブンブン振り回された。うわ、なんだ、目が回る。ダンテスが思わず声を上げそうになった時、あばよ、じいさん。二人の大声がして空中に思い切り投げられた。袋は足の重りに引かれてぐんぐん落ちていく。やがてものすごい音とともに冷たい水面にぶつかった。なんと、監獄島の墓場とは海だったんだ。うわぁ、沈む。ダンテスは身を切るような冷たい海水の中、息が詰まりそうになりながらナイフで袋を切り裂いた。苦しい息のもとで何度もナイフを振るい、やっと足の重りを切り離す。次の瞬間、足を激しく蹴って水面に浮かび上がり、一息つくとすぐ水中に潜った。次に水面に顔を出すと、逆まく波の向こうにそそり立つ監獄島の姿が黒々と見えた。崖の縁に男が2人、ランプを下げて立っている。ダンテスは慌ててまた海に潜った。